で、こっちが、Bluetooth で繋いでます。コントローラーですね。遅延見ていきましょう。はい、こんにちは、グリードです。今回も COD BO6 やっていこうと思います。前回ね、この COD が Xbox ゲームパスの方に追加されたことは説明したかなと思います。ただ今回はこのスマホの方で COD BO6 プレイしていこうかなと思います。ちなみにゲームのダウンロードもしないし、アプリのダウンロードもしないでやります。説明しますと、今回は Xbox のクラウドゲーミングの方でプレイしていきます。はい、このクラウドゲーミング、マイクロソフトの変態技術によるクラウド上でゲームをプレイするというものですね。ネットにつながる、かつコントローラーがつながれば何でもプレイできます。最近だと Amazon Fire Stick で Xbox をプレイしようみたいな、宣伝があったと思うんですけど、まあ、今回は iPhone だったり、iPad、まあ、今回ね、皆さんの画面大きく見せたいから iPad でプレイしていくんだけど、カーナビでプレイしてる人もいたかな。本当にね、ネットでつながれば何でもいいんですよ。現在の画面がクラウドゲーミングのブラウザ画面になりますね。アプリ等もなくて、ブラウザから、まあ、その、まあ、いわゆる iPhone とかだったら、まあ、アプリの、ホーム画面の方に追加するって感じなんだけど、はい、このフォートナイトとかもありますね。スターフィールドとか、パルワールド。まあ、こういうのがダウンロードせずにワンタッチでプレイができます。まあ、早速ね、ちょっとやっていきましょう。この BO6。昨日追加されたかな。はい、ゲームの準備中です。これ現在何回も言うけどね、ゲームのダウンロードを一切しておりません。今回プレイする上で注意点、Wi-Fi に関しては 5G で絶対にプレイしてください。 5G 以外でプレイするとね、さすがにね、映像が乱れたりガクガクになったりするので、そこは絶対注意してください。はい、 Xbox、 はい、プレイの準備、さあやっていきましょう。本当に BO6 です。CS 版とか PC 版で、ね、リリースされている COD そのままがプレイできます。なんかね、このスマホ版に調整されてるとか、まあ、全くそういうわけじゃなくて、もう本当そのままなんですよね。で、まあ、マルチプレイヤー検索いけると思うんですけど、一旦ちょっとプライベートマッチで、まあ、操作感とか説明しようかなと思います。はい、現在カスタムゲームにてボット戦をプレイしております。まあ、ちょっと僕の手元がね、一体どういう風になってるのかお見せしましょう。はい、僕の手元はね、こんな感じになってます。はい、これがクラウドゲーミングで動かしてる iPad になりますね。で、こっちが、Bluetooth で繋いでます。コントローラーですね。遅延見ていきましょう。クラウドで動かしてると思えないほど遅延が本当に少ないです。 30fps で2フレームっていう書いてあったかな。まあ今はもっと改善してる可能性ありますけど、シングルゲームだったら本当に問題なくプレイできますよ。で、映像もね、ほんとすごく綺麗。わかるかな、この画質の綺麗さ。もちろんね、それはね、PC でプレイしたりとか、コンソールでプレイしてるものと比べたら、まあ画質は劣りますけど、でも全然問題なくプレイできますよ。で、今ね、このボット打ちでプレイしているんですけど、そうですね、マルチプレイヤーの方、対人戦をガチれるかって言われたら、ちょっと難しいと思いますね、さすがに。でもまあちょっと後でプレイしてみましょうか。うん、これでクラウドゲーミングでどれぐらい通用するのかっていうね、iPad でプレイして。すごくおすすめしたいのが、まあやっぱりこうゲーム機が高くて買えない、ね、ソフトも高くて買えないって人が、ね、やっぱりひとまずこう、COD 触ってみたいなっていうので、クラウドゲーミングでプレイするのはすごくいいと思います。で、必要なものは、このネットにつながるもの、iPad とか iPhone とか、ね、スマホですね。ノート パソコンでも OK です。で、あと、コントローラーですね。で、5G がつながる Wi-Fi。これ重要ですね。そして、ゲームパスのアルティメット版です。通常版だとプレイできないので、そこだけ注意ですね。まずは、キャンペーンモードをプレイしていきたいなと思います。マルチプレイヤーはね、ちょっと後ほどやりましょう。ムービーもね、このクラウド上でどれぐらい綺麗に映ってるのかっていうのね、まあ見てほしいところもありますので。まあ、こういう風に、キャンペーンモードをこうね、例えば、まあベッドでゴロゴロしながら、ソファーでゴロゴロしながら、クラウドでプレイするっていうのは全然余裕にできると思います。今見てる感じ、やっぱ綺麗だよね。YouTube の動画で見てるくらい、うん。まあ、今回はキャンペーンモードですけど、まあ、がっつりはやらないので、ムービーとかはかなりカットしていこうと思います。まあ、ストーリーをじっくり楽しみたい方は、ぜひクラウドでプレイしてください。はい。案件じゃないですよ。はい。ミサイル、落ちて、大爆発。いいね。砂ぼこりとかも、全然こう、ガビガビはしてないですね。これね、僕 5G、 Wi-Fi のさ、 5G じゃない方で一回プレイしたんだけど、さすがにね、ガクガクガビガビでしたね。うん、5G すげえ。
了解だ。ちなみにこれいわゆる Wi-Fi じゃない方、例えば PC でももちろんね、あのクラウドゲーミングできるから、スペックが足りない PC とかね、まあ LAN ケーブルでネットにつないでると思うので、まあより安定してプレイできると思います。これ打っていいのかな。2人倒した、ナイス。いやもう全然グラフィック綺麗よ。 Wi-Fi ですからねこれね。はい、あこれ敵、あこれ味方じゃない、大丈夫。よし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 、いやいいね。まあスティックの感じは、まあ、若干ラグは感じるけど、射撃に関してはほんと全然ラグを感じない。はいはいはい、そうキャンペーンモードはオートエイムがありますから、うん、正直そんなエイムできなくても全然やれる全然いけるぞこれ。フラグ入れてみようか。あフラグとかを入れて、うん、まあね、クラウド上で動かしてるから、いわゆるこう、負荷がかかるようなことをしても、ね、重くなるとかはないし、今 iPad でプレイしてるけど、iPad が、うん、そんなね、こう、いわゆるスマホゲーみたいにさ、熱くなるみたいなこともあんまないんですよね。そもそもダウンロードして動かしてないから。負荷がかかってるのはインターネットの方ですね。だから、ちゃんとした 5G の Wi-Fi っていうのが本当重要になってくるね。そこはね、もうどっちかを揃えてくださいっていう。いいネット回線を揃えるか、もう PC とかなんか PS5 とか Xbox とかゲーム機を揃えるか、うん、何かしらにはまあねお金はかけてくださいって感じだけど、まあとりあえずプレイする上ではクラウドゲーミング一番ね出費が少ないと。ほら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 、いいね。いや全然キャンペーンプレイできますよこれ全く問題なし。今のところクラウドゲーミングに追加されたのは CODBO6 だけかな。 COD シリーズでいうと、まあ今後増えていく可能性はありますね。他にクラウドゲーミングに追加されてて有名なゲームっていうとなんだろう。まあ、フォートナイトやパルワールドやら。まあね、大体ゲーパスに入っているゲームは、ほとんどできるんですよ、クラウドゲーミングで。うん。はい。これは、シリーズおなじみ、カーチェイスですか？カーチェイス、カーではないか。ヘリか、相手。え？トラッキング。はい。プレイ与えてるね。はいはいはい。はい。多分合ってるはずなんですけど、これ大丈夫これ、あよしやったか。おーどうおなんか今作はそのアクションね、ハリウッドアクション映画色がより強いかもしれないね。じゃあね、マルチプレイヤーの方でどれぐらいキル取れるかちょっとやってみましょうか。ローダー、ロータウン。いや、難しいマップ来たな、これ。ちょっとだいぶ難しい、ここ。もっとシンプルなとこよかったな。ちょっとさっきさ、感度を上げたんだけど、感度を下げました。うん。多分そっちの方がいいと思う。さあ、皆さん何キルできるか予想してください。これね、僕の予想、多分普通に敵が強い、これ。これ PC 版でやろうが割と死にまくるやつかもしれないな。あー、眩しい。真っ白です。ぐらあもう、まさか敵も僕がこんな iPad でやってると思わないだろうな。ん ?OK! やった疲労だ。あ、ダメか、あー、蘇生されちゃう。あ、ナイス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 。OK。まあ1キル目ですね、これでね。あ、で、1VT になったからリーダーになりました。敵の位置がマップね、マップに移るようになってますね。さすがにこれキャラコンしながらは難しいな。どうしても。OK、1キル。いいよ。うわ、スライディングされたけど2キル目。いやー、これ周りに味方いない。いやー、アサルトの方がやりやすいかも。うん、いけるいける、ほらいけるいける。ただこれ普通に敵強いっす。あの内部レートが、あの僕が PC 版でやった時の内部レートになっちゃってるせいで、これこれだからクラウドゲーミング用内部レートにしてくれないと、僕のことをね。これチームの割り分けがね、多分これ僕がだいぶ無双してチームをねキャリーしろよっていうチーム分けになってるから、僕が活躍しないとダメなんですよねこれね。来た、オッケーオッケーオッケー。うん、アサルトの方がやりやすいな。敵のスプリングマインだ、いる、よし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 、ちょっと敵強いマジでちょっと敵強いの勘弁してほしいんだけど。なんかね、あの、昔に戻った気分ですね。COD 初心者だった頃に戻った気分、これ。よしよし。お、うまいうまい、まあ、難しいキャラコンとかしない。当たった。そいつと、
いやーダブルキル欲しいよな。うわやばい、これ伏せで待つ。待って、逆転してる。さあそこいるぞ。なんだボスやって。よし、おお勝った、勝っちゃったビリだけど15キル20です。ヒルデス比 0.75。 うん、まあこんな感じです、マルチプレイやるとね。うん、あのですね、まあ普通に敵強かったです、これ。クラウドゲーミング関係なく、多分結構死んでたような試合なんで、うん、いまいちだったかも。うん、なんか参考になったかわかりませんが。まあ、ボット打ちは余裕でできると思います。はい。あと、キャンペーンモードも問題ない。まあ、マルチプレイヤーは、こう、どうしてもゲーム機とか PC がね、揃えられないけど、ちょっと触ってみたいな。もう遅延とか確保で触ってみたいっていう人は全然いいと思いますけど。すごい技術っすよ。どうなってんのかね。アルティメット版なんで、まあ月額約1500円ぐらい。で、あとコントローラーね。さっき言った Wi-Fi コントローラーね。iPhone とかスマホと PC でも何でもいいですけど。それがあればプレイできますから。本当に初期投資少ない。あと Fire Stick TV でね、やるのもあるんだけど、僕はちょっと試したことがなくて、もし試した方いたら教えてください。というわけで、今回はクラウドゲーミングで BO6 プレイしていきました。どうだったでしょうか。まあ、なかなかね、日本だとさ、まあ、ゲームパスとか、このクラウドゲーミングっていう知名度がね、本当にね、少ないんですよね。ただ、COD も追加されたから、すんごい気軽にプレイできるようになったので、まあ、ぜひね、ちょっといろんな人に勧めてみてください。めっちゃ案件っぽかったけど、これ案件じゃないです。はい。それでは、よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。